全、はい、今大丈夫です。はい。どうなりました？なんか残高っていうのは結構響くんですか？さあ、もう少し落とした方がいいってことですよね。わかりました。はい、失礼します。皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。この前動画で、6月から今よりも広い家に住んで、キッチンで料理動画とか頑張りますね、みたいなことを言ってたと思うんですけど、うわ、すごいいいなって思ってた物件の審査が、落ちました。どうしよう。審査に落ちた原因なんですけども、銀行の残高があんまり良くなかったみたいで、落ちました。すごい楽しみにしてたんですよ。やっと今のこの狭いアパートから抜け出せるなと思って、めちゃめちゃ楽しみにしてたのに。 そりゃないぜ、とっつぁん。今私が住んでる家が、もう築40年ぐらい近くのボロアパート、雰囲気のあるアパートなんですけども、そこがその YouTube の活動をやるには手狭なのかなと思ってて、今私がこの撮影してるスペースは4畳もないんですよ。やばいっしょ。で、キッチンも多分80年代より前のタイプの電気コンロみたいな、多分写真見てたら、うわ、すげえってなると思うんですけども、皆さんの想像、上行くレベルでしょ？料理を以前私ね、自分でした時に、なんか変な匂いがするぞと思ったら、フライパンの裏が電熱線のコンロで焦げてたみたいな、まあ、そういういろいろな悩みがあったわけです。だから今回のその引っ越しはすっごい楽しみだったんですよ。もういろんな動画撮れるんだろうなと思って。ちなみに私が今住んでる物件の家賃が、言っていいの？これ。だいたい7万円ぐらいなんですよ。間取りが 1K。キッチンがあって、廊下があって、風呂トイレ別みたいな。一人暮らしだったら、なんとか行ける広さなんですけども、YouTube やるってなるとね、結構やばいんですよ、もう。私が探してた物件は、結構ね、都内のいい場所あったの。世田谷区。もうこうなったら行っちゃうけど、下北沢。あれだからね、私もう、下北沢、住まないから。下北沢からさ、もう徒歩4分とかだよ。もうかなりいい場所じゃないですか。で、私、地元が目黒区だから、ね、世田谷区で隣だし、実家にもね、すぐ帰りやすいから、ほんといいなと思って。しかも、オープンキッチンでしょ？広いの。一人暮らしにしても、バカでかいぐらいの家で、どんぐらいだっけな？ 2LDK とかもファミリータイプの家なんですよ。こっちがキッチンだったら、こっちは撮影スペースにしようみたいな。背景にはこういうキラキラのものを置いたりとか、で、ソファーも買っちゃおうかなみたいな。なんだろう。何がダメだったの？ちなみに私は今回、人生で初めての引っ越しだった。そう、今実はね、住んでるアパートは、知人の紹介で、大家さんに直接お願いをして住まわさせていただいてるとこなんですよ。初めてさ、不動産通してびっくりしたのが、YouTuber ってほんと、売れてないと厳しいね。あとびっくりしたのが、お客様 YouTuber さんなんですね。差し支えなければ、チャンネル名とか教えていただけますかって。いやいやいや、特定する気？みたいな。ええー、って、そんなことある？って私は思ったんですけど、一応教えたんですよね。なんか審査でただ恥ずかしい思いをしただけっていう。本当にさ、売れたいよ。なので、もう一回一から探すのをリベンジします。家賃下げてもいいのかなって思ってる。本当、審査落ちるって恥ずかしいですよね。学生時代に私家出したんですよ。性別に悩んでね。家出をするから、その家に届く携帯料金のその紙とかも一切支払えない状態というか、もう手元にないからね、もちろんそうなんだけど、あとプラス家出してるからお金ないっていう、ダブルパンチを食らって、私は強制解約になって、なんかしばらくそういう携帯の契約とか分割ができなくなったりとか、金運がそんなにないのかなって、最近になって思ってます。いい YouTube 活動に広げられるような物件に。
巡り会えるように頑張ります。ちょっと話変わるんですけども、この前私はウームにミーティング行ったんですよ。その時マネージャーさんから、カノンさん、視聴者さんから贈り物届いてるんで、こちらちょっと持って帰ってくださいって言われて、これ受け取ったんですね。開けたら衝撃的なものが入ってて、言葉を失いました。一緒に手紙が入ってたんで、ちょっと今読みますね。これは数年前に知人がご本人から直接いただいた直筆のサインボールです。どうぞお納めください。今後もさらなるご活躍をお祈りして、微力ながら応援させていただきますとのことです。ありがとうございます。ほっとね、もうマジでビビった。やばいよ、いくよ、開けるよ、ほい。この番号、この輝かしい番号53番、こちらのサインボールは、ヤクルトスワローズの五十嵐亮太投手の直筆サインボールです。2003年かな、2004年、どっちか忘れちゃったけど、当時の日本最速158キロを記録した方なんですよ。で、私五十嵐投手が一番好きな野球選手で、小学校6年の時は私少年野球チーム入ったんですけど、なんか野球教室みたいのがあって、プロの選手が地域の少年野球チームの子たちになんか教えてくれるみたいな、なんかそういう会があって、五十嵐投手の私直接教えていただいたことがあるの。君は将来いいピッチャーになるよってね、言っていただいたんですけど、こんなやつになっちゃって。見てます、五十嵐投手。もう視聴者さんから本当いただいちゃっていいのかなっていう贈り物までいただいてるんで、もらってばっかよくねえなーって申し訳ない気持ちにもなるんですけど、引き続き YouTube 活動頑張ってまいりますんで、応援よろしくお願いしますね。この動画がさ、五十嵐投手に届けばいいよね。本当ね、私にわかじゃないんですよ、マジなファンなんですよ。中学校の時も五十嵐亮太投手モデルのグローブを父親に買ってもらってピッチャーしてましたからね。あれなの、私そのスピードボールにこだわる人間だったのは五十嵐投手の影響なんですよ。だってその野球教室以来、私平日でも神宮球場に通ってプロ野球観戦しに行ったりとかしてたぐらいですよ。大切にします、ありがとうございます。今回はこんな感じで、私が審査落っこちたよーっていう話と、五十嵐投手のサインをいただきましたっていう、2本立てで、お送りさせていただきました。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価してねー。 Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木かのんの秘密箱も画面の下にリンクありますので、そちらもチャンネル登録お願いします。あと視聴者さんからの質問メッセージ等は私の Instagram の DM までお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。埋もれてゆく夜空の下。